圧力測定。この記事では、圧力や真空度の測定のため開発された、圧力計や真空計をはじめとする、圧力測定、圧力測定の技術について解説する。圧力計の一種、マノメーターは、通常は大気圧付近の圧力を測るのに使われる。普通は、マノメーターといえば、中空の管に液体を入れて、清水圧を測る器具を指すことが多い。 真空系は真空に近い圧力を測る装置である。一般的な真空を測る装置と超高真空を測る装置の大きく二つに分類できる。いくつかの装置を組み合わせることにより、10パスカルから10パスカルまでの真空度を連続的に測定することもできる。なお、ゲージとは計測器全般を指す語であるが、日本で単にゲージという場合には、 圧力系を指す場合も多い。圧力は本来は完全な真空を基準とする物理量であるが、実用的には基準となる圧力、すなわち基準圧を例として表示する。日常的には大気圧を0パスカルとして扱うことが多い。例えばタイヤ圧などは大気圧を0パスカルとしている。この他にも様々な基準を取ることがあり、主として次の3つに分類できる。 何をもって基準圧として扱っているかは省略されることも多く、その場合には前後の文脈から読み取る必要がある。タイヤ圧26インハグイコール4インハグである。海面での一気圧はおよそ100キロパスカルであるが、高度や天気で変化する。そのため、絶対圧が変わらなくても、周囲の気圧が変われば、ゲージ圧は変化する。例えば車で山に登ると、 タイヤ圧は上がる。標準圧力は1 0 1 3 2 5スカルまたは約1 0 0スカルと定義されているが、多くの圧力計は構造上、表示値が周囲の気圧の影響を受け、特に高度が大きい場所では表示が不正確になる。圧力の国際単位系の単位はパスカルである。1パスカルとは1平方メートルに1ニュートンの力がかかることを意味し、 1>, 1パスカルイコール 1nm または 1kgms である。パスカルが圧力の単位とされたのは1971年である。何を圧力レーとするかは単位の後に括弧書きで記される。例えば絶対圧とする場合には1 0 1キロパスカルのように格好。アメリカとカナダでは単位 PSI も使われており、特に自動車分野でよく使われる。 末尾の文字が何を圧力例とするかを表し、ピシアは絶対圧、チグはゲージ圧、シドは差圧を意味する。ただし、アメリカ国立標準技術研究所はこれを推奨していない。圧力を液中で測ることも多いため、圧力をある種の液体の高さで表現することがある。水銀や水が使われることが多く、目にすることが多い単位は、MMHG、る、 in, hg, m a c in, f o などである。水銀は密度が高いために小さな液中で済む利点があり、水は利用が簡単なのでよく使われた。ただし液中で測った圧力は不正確である。流体密度や重力加速度は条件で変化するし、その他の要因も影響するためである。そのため今日ではこれらの単位は SI 単位に合わせた厳密な定義がなされている。多くの工業、工学分野ではすでに使用が廃止されているが、特定の分野ではまだよく使われている。血圧は世界のほとんどで水銀ミリメートルで表されるし、排圧は水中センチメートルで表すことが多い。天然ガスパイプラインの圧力は未だに水中圧で表されることも多く、例えば 10WC、水中10インチ。 WC はウォーターコラムの略のように表される。真空システムではトルもまだ一般的である。トルは絶対圧を、インハグはゲージ圧を表すことが多い。機体の圧力は通常キロパスカルかメガパスカルで表すが、気象学では単位がそうではない。日本をはじめとする多くの国ではヘクトパスカルあるいはミリバールがよく使われる。アメリカやカナダの工業では 応力の表現にを使うことも多い。かつて標準だった CGS 単位系では圧力の基本単位はバリと呼ばれ、それは1ダインセンチメートルである。また、一時期使われたこともあった MTS 単位系では圧力の基本単位はピエーズであり、それは1ステーヌマイメートルである。その他にも様々な組み合わせ単位が使われる。MMHG センチメートル、グラムズ、フォース、センチメートルなどである。重量を力とみなした、キログラム、センチメートル、G、モルにといった単位が使われることもある。ただし、重量を力とみなした表記は SI では認められていない。日本では、機体の圧力などで、キログラム、センチメートルが多く使用されていたが、1998年よりパスカルに切り替えられた。 静水圧と呼ばれる。流れに逆らった方向に測定した圧力は、全圧と呼ばれ、動圧と静圧の合計である。あるいは、流れている流体の圧力の変化、すなわち差圧が重要となることが多い。ゲージ圧で測った、静圧は、主にパイプの壁にかかる、負荷の判断に使われる。一方、動圧は、流れの速度を測るのに使われる。動圧は、 流れが当たる方向の圧力と、その方向に垂直な圧力との差圧として測ることができる。その原理を利用したのが、ピトー管であり、飛行機の速度の測定などに使われる。ピトー管の形は重要であり、そのピトー管自体が流れを乱す元となるので、測定値は非線形の補正を行う必要がある。圧力を測るために作られた器具は多々あったが、 いずれも何らかの欠点を持っていた。圧力範囲、精度、応答性、コストの全てを満足する圧力計はなく、機械によって何桁も異なる。最も古い型の圧力計はトリチェギによって作られた液中式圧力計である。清水圧用の圧力計は、普通、大気圧を基準としている。機体用の圧力計は同じ圧でも、 気体の種類で値が変わる場合が多い。また、線形性の高いものを作ることが可能である。ただし、圧力の変動に対する応答性は悪い場合が多い。液中ゲージは、液体が入れられた管の両端を、差圧を測定したい場所につないで使うものである。液体の重量と加えられた圧力が釣り合う位置に、液面が上下する。最も簡単な形は、 透明な U 時間に液を半分ほど入れたものである。一方を基準にする圧力に、他方を測定したい圧力につなぐ。二つの液面の差を H 入れた液体の密度をローとすると、液中にかけられた圧力は静水圧方程式 P イコール h g ローで計算できる。言い換えると、測定したい圧力をフォーミュラ3、比較する圧力をフォーミュラ4とすると、 フォーミュラ5が成り立つ。なお、圧力を測りたい流体の密度が、液中ゲージに入れた液の密度に比べて圧倒的に小さい場合を除いて、測定値には補正が必要である。液中ゲージに入れる流体は、基本的には何でも良い。最もっとも、水銀がよく使われる。高密度であり、蒸気圧が低いためである。水も、比較的蒸発しにくい液体なので、よく使われる。 機体の圧力測定に使う場合には、機体の種類の影響を受けることが少なく、線形性にも優れている。ただし、変動する圧力に対する応答性は悪い。真空の測定に使うと、中の液体が蒸発して真空度を下げたり、汚染の原因になったりするので、あまり使われない。液体の圧力を測定する場合、液中ゲージ中の液と混じり合う可能性があるので、二つをつなぐ。 管の途中に機体を入れる場合が多い。この液中ゲージで静水圧を測る場合、数百パスカルから百万パスカルぐらいまで測定が可能である。いろいろな種類の液中マノメーターがある。代表的なものを次に挙げる。マクラウド真空計は、高真空の圧力を計測するための、水耳液中圧力計である。測定に時間がかかるため、 連続的な測定には適さないが非常に正確である。測定加減は約10トルである。より高精度となるよう考えられたマクラウド真空計もある。真空部分を一度装置内部に取り込み、それを圧縮して圧力を上げて測定するタイプである。このタイプの真空計は10トルまでの測定が可能であり、これは現在でも 非常に精度が高い測定法である。今ではこれより高精度の真空計もあるが、それらはあくまでもある基準となる真空度に対しての比較でしか測定ができない。そして、その基準となる真空度の測定には、今でもマクラウド真空計を使うことが多い。気圧の影響で金属が変形することを利用した圧力計がある。このタイプの圧力計は、 機械式圧力計と呼ばれる。かつては、アネロイド圧力計と呼ばれていた。アネロイドとは、液体を使わないという意味である。もっとも、アネロイド圧力計といっても、液体の圧力測定に使うこともある。これと違う原理で液体を使わない、圧力計も登場したため、今ではこう呼ばれることが少なくなった。また、今では、アネロイド型気圧計といえば、口実する。 ベローズ式圧力計を指すことが多い。機械式圧力計の種類には、ブルドン管、ゲージ、ダイアフラムゲージ、カプセルゲージ、ベローズ式ゲージなどがあり、そのいずれも圧力の変化に応じて変形する部品を持つことを特徴とする。工実するサーマルゲージ、電離式ゲージと違って、機体の種類で表示値が変わらない点が優れている。金属部品の変形の度合いを、 指示針につないだり、何らかの変換器を利用して読み取る。最新の真空計では、金属部品の変形で、静電容量が変わることを利用して読み取っている。ブルドン管ゲージ内部には、曲げて先を塞いだ金属管が内蔵されている。圧がかかると曲がりが伸びるため、その度合いに連動させて針を回転させて圧力を表示する。発明したのは、 フランスのジェーヌブルドンで1849年に特許を取得している。圧力を検知する部品は片端を塞いで丸く曲げられたパイプであり、開いた側の端が圧力を測定する場所につながっている。圧が上がると曲がりが伸び、圧が下がると再び曲がりが戻る。この動きをギアで針に伝達する。針は一端が回転軸とつながっており、 圧力に応じて先が回転する。表示板にはその回転の度合いが読み取れるようにメモリが刻んである。また、両端を塞いだブルドン管もある。これは気圧計として使用するもので、外圧によってブルドン管の曲がり具合が変化する。サーツ、ブルドン管というものもある。これは二つのブルドン管を使用するもので、 これを機械的につなぐことで差圧を表示することができる。機械式圧力計として次に重要なのはダイアフラム気圧計である。ダイアフラムとは角膜のことで圧力で角膜が膨らんだり凹んだりする度合いを読み取るものである。読み取る方法には各種あり液体で満たしたブルドン管ゲージにつないで測定することもあればその変形を機械的。 光学的、電気的に読み取って測定することもある。膜の材料はセラミックスか金属が使われることが多い。微圧計として使われる。アネロイド型気圧計といえばこのベローズ式圧力計を指すことも多い。ベローズ圧力計の中にはベローズ状の風船が入っており、それが圧力で変形することで圧力を測定する。このタイプの圧力計は、 ラジオゾンでの部品として、観測気球に搭載されたり、高度計として利用されたりする。や、昇降系の部品としても使われる。機械式圧力計で、圧力で部品が変形する度合いを読み取る方法は、先に説明したギアで針を回す方法の他に、変形を電気信号に変換する方法がある。静電容量式、振動式のタイプなどがある。特に重要なのが歪み、 ゲージを利用したものであり、現在では簡易なデジタル圧力計のほとんどはこれである。熱伝導率式圧力計は、機体の熱伝導率が圧力で変化する性質を利用している。機体の中に電熱線を入れておき、その冷却速度を測るものである。電熱線の温度を熱伝体や速温抵抗体を利用して測定する。 電熱線の発熱量から予想される温度と比較して、下がっている分は周囲の気体に熱が逃げているのであり、その熱が逃げる量は熱伝導率で決まる。よく使われるのはピラニシン空計であり、電熱線にはプラチナ線が使われる。この種の圧力計は精度10トルから10トルを出すことができるが、測定値はガスの蘇生の影響を大きく受ける。 一組のワイヤーコイルを使用する。一つはヒーターとして、もう一つは対流が周温度に与えた影響を測るために使用する。ピラニ真空計も、また圧力を測定する空間に金属線をさらすタイプである。ピラニ真空計で使う金属線は一本である。金属線に電流を流すとジュール熱が発生して温度が上がるが、一方で金属線は 周囲の流体に冷やされる。流体の圧力が低いと冷却が遅くなるから金属線の平行温度は高くなる。そして金属線の電気抵抗は温度で一時的に決まる値なので金属線にかけられた電圧と流れる電流を測定すれば電気抵抗を引いては周囲の圧力を求めることができる。同じ原理で熱電体ゲージあるいはサーミスタゲージというものもあり。 それぞれ熱伝体、サーミスタを利用して温度を測定する。測定可能範囲は10から10トルである。電離真空系は非常に高い真空に適した高感度の圧力系である。気体分子に電子が衝突して生じるイオンを測定することにより圧力を間接的に測定する。つまり圧力が低ければ気体が少ないので発生するイオンの量も少ないことを利用する。 ただし発生するイオンの量は測定する気体の種類の影響を受け、そして高真空では、その蘇生を求めるのが難しいので、マクラウド真空系で構成してから使用することが多い。エジソン効果により、フィラメントから熱によって放出された電子が気体分子と衝突して、気体分子はイオンとなる。そのイオンはバイアスされた陰極に引き付けられる。 その陰極を通じて流れる電流の量は、イオン化する速度に比例する。イオン化する速度は、気体の量、すなわち、圧力の関数となるため、この電流から、気体の圧力を測定することができる。測定レンジは10から10トルである。電離真空系は、大きく2つに分けられる。熱陰極タイプと、冷陰極タイプである。このほか 高感度で高価なスピニングロータゲージというものもある。熱陰極タイプの真空系では電流により加熱したフィラメントから電子のビームが発生する。発生した電子は周囲のガス分子をイオン化する。生じたイオンは陰極に引き寄せられる。その電流の量はイオンの数で決まり、つまり気体の圧力で決まる。熱陰極ゲージは10トルから10トルの範囲で測定が、 可能である。霊陰極タイプも検出の原理は同じだが、電子が霊陰極管を使った高電圧による放電で作られるところに特徴がある。10トルから10トルの範囲で測定が可能である。電離真空計の構成は、測定場所周辺の形状、測定するガスの組成、電極表面の腐食や汚れの影響を大きく受ける。高真空中に微量に存在するガスの組成を、 正確に知ることは簡単な方法ではできないで、質量分析法を併用する場合も多い。熱陰極電離真空計は、フィラメントを陰極とする三極管を利用してできている。三つの電極はそれぞれ、コレクター、フィラメント、グリッドと呼ばれる。コレクターを流れる電流を、検電器を使って、ピコアンペアの精度で測定する。フィラメントにかけられる電圧は3 0トほど。 グリッドにかけられる電圧は直流で180から2 1 0ボルト、電子衝突器をつければ最大5 6 5ボルトである。よく使われる電離真空計はグリッドの内側に小さなコレクターが置かれたベアードアルバート型電離真空計である。ガラスの容器に入れられた電極を真空にさらして測定するタイプもあるが大抵は裸の電極を セラミックのプレートを通して真空に直接挿入するタイプである。電極がまだ熱いうちに空気に触れると電極は劣化し正確性を失う。また熱陰極電離真空系の測定値は常に対数関数的である。フィラメントから発した電子はグリッドに到達する前にグリッドの周りを何周か回る。この間にいくつかの電子は 気体分子と衝突してイオンを生成する。発生するイオンの数はフィラメントから発せられる電流と気体分子密度の積に比例する。これらのイオンはコレクターに集められて電流を発生する。高真空では気体分子密度と圧力がほぼ比例しているためイオン流から周囲の圧力を推定することができる。熱陰極ゲージは低圧では 光電効果によって感度が下がる。グリッドに電子が当たると、X 線が発生し、イオンコレクターでノイズが発生する原因となる。この現象は、古いタイプの熱陰極ゲージでは10トル、ベアード・アルバート型でも10トルに達すると発生する。イオンコレクターとグリッドの間に、陰極性の金属線を配すると、この影響をやや減少させることができる。抽出タイプと呼ばれる装置では、 イオンはワイヤーではなく、先端に穴が開いた円錐状の部品に集められる。円錐のどの部分に当たっても、イオンは先の穴から出ていくため、イオンビームとなる。このイオンビームが次の部品に当てられる。これらの方法についての詳細は A ポーを参照のこと。霊陰極間電離真空系には大きく分けて2つある。ペニング真空系と逆マグネトロン真空系である。 二つの違いは、陰極と陽極の位置関係である。どちらもフィラメント部品を持たず、直流で 4KV の電圧が必要となることが多い。逆マグネトロン真空系は、真空度 1X10 トルまで測定可能である。陰極で発生したイオンが陽極に達する前に再結合して失われると、その分に関しては、真空系は検出できない。ゲージのサイズよりも、 機体の平均自由工程が小さいと、電離による電流は基本的には生じない。そのため、測定可能な圧力の上限は10トル程度である。同時に、レイン極ゲージは圧があまりに低いと電極を流れる電流を安定的に得ることが難しくなため、測定当初はある程度の低真空で起動する必要がある。特に、ペニング真空系は、 数メートルにもわたるイオンの通り道の軸方向に対照的な磁場を作らなければならないため、その傾向が強い。周辺空気には宇宙船で作られたが所々に存在するため、ペニング真空系ではそれを電子軌道の調整に利用することが多いためである。また、ペニング真空系では電子の電解放出を促進するため、電極の先を先細りに削っている。 圧力計は圧力を直接的に読み取るものと間接的に読み取るものの二つがある。静水圧を利用したもの、あるいは部品の変形を利用したものは圧の力が直接加わって針が動くので直接的に読み取るタイプである。一方、熱伝導率式圧力計や電離真空計は実際には機体の圧力ではなく密度を測定する装置であることから、 間接的に読み取るタイプである。間接的に読み取るタイプは、直接的に読み取るタイプよりも、周囲の条件の影響を受けやすい。構成に使われることが多い圧力系は次のような、ものである。流れている流体が定常状態にならず、同じ場所の圧力であっても刻々と変化する場合がある。この原因の一つに、粗密波による変動がある。すなわち音である。 音が発生する力は音圧と呼ばれ、マイクロフォン、水中では水中マイクで測定することが多い。また、一定時間の音圧の事情を積分して、時間で割り、ルートを取ったものを実行音圧という。音圧は通常は非常に小さいため、マイクロバールの単位で表すことが多い。欧州標準会委員会。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。